はい、ご視聴ありがとうございます毎週水曜日恒例のコメント紹介1週間のご無沙汰でしたいかがお過ごしでしょうか、えー、本日ただいま東京地方は16度ということでちょっと肌寒い感じでいつもは T シャツ半袖1枚なんですけれども今日はちょっと上に羽織るものを着ているぐらいの まあちょっと肌寒い感じですが非常にまあ快適で朗読日和というかですねちょうどまあ大変過ごしやすいここ数日ですね雨の方も降っておりませんしまあ風が心地よいぐらいの風が吹いているということで非常に気持ち的には落ち着く快適な毎日ということで進んでおります。ただ残念ながら 金木犀の花の方はそろそろ、えー、散ってしまいそろそろ匂いも薄れてきましてですね、えー、この後、まあ銀南に変わるだろうというようなちょっともうすでに銀南が匂っているところがあるんですけれどもそういうわけで今回の一種というか一句はですね「金木生方向もまた薄れゆく」 というこれは私自身の作りました一句になります金木もまた薄れゆあこれ季語で第1句目の「金木星」これはいいんですけれどその後の「方向もまた薄れゆく」あれほどよく匂っていた強い香りがいつの間にかというかあっという間に 薄れいっ,ってしまうというとても残念な思いとまあそういったいつまでも花は咲かず花は落ち匂いも消え時は移りすぎてゆくそしてまあ「もうまた」というのは、まあ、どんなこれに勝る方向があるといえどもどんなものも移り変わってゆくそしてまあさらに言えば 去年の今頃もそうだったようにこの喪失も毎年繰り返されていくというようないろんな意味での「また」っていうことになりますけれども、まあ、非常にこの惜しむそしてその運命というか時の移り変わりというものを受け止めた上で生きていこうというようなそこまで読み込んだ歌ということに なりましょうか、まあ自分の作ったものですからあんまり自分の思いだけで言うのも何なんですけれどもそういった思いで読んでみました「金木星方向もまた薄れゆくと方向さえも薄れゆく」とか「方向までも薄れゆく」とかいろいろ考えたんですけれどもこの「もまた」というところに落ち着きました。 いかかがでしょうかそして、えーまあ、世の中の方を見ますとですね、えー、いよいよなんかまたしばらく聞かなかったあの伝統演劇の心中事件の人の、まあ、後半が始まったということでよく写真も目にしますしまた言ったことがあの復帰を匂わせるということでそのことに対するいろんな人の微妙な 賛否両論がまあ戦わされているということでまた世間を賑わしているようなんですけれどもまあまずは反省の言葉が聞きたかったですねそしてまあ申し訳ないことをしたというような気持ちをまず聞いてからその後ご自身はどう思うというのがあっていいと思うんですけれどもまずはそのそもそもはその最初の 発端となっったた、まあ、週刊誌にに載ったようなことに関しての言及は全くなくです、ねえー、そもそもこの事件の発端はその、まあ、お弟子さんなり仲間たちなり同僚なり後輩なりに何らかのその迷惑をかけていることが発端だと思うんですけれどもそこが飛んじゃってなぜか自分は追い詰められてこうなるしかなかったっていうもう。 自分被害者っていうところからなんか話が伝わってきてですねこれはまああの報道のマスコミが切り取り方がそうだったのかもしれないんですそこはちょっとよくわからないんですけれどもやはりまず最初にその週刊誌事件に関する謝罪とか反省とかがあればいいのになと思いましたけれど全くないしそのことでまあ両親が亡くなってしまって たことに対する申し訳なさとかそういうのもなんかあまり感じられなくてちょっと残念な気がしますね。この前のその京都のアニメーションの話もなんとなくこのこの人たち自分の罪の自覚というか反省がなんかあんまり感じられないように思うのは私だけなんでしょうか。もちろんあの復帰を望む人たちの気持ちもわかるし。 それについてよしよしをいろいろそれぞれの立場で言う人の気持ちも分かるんですけれどもまずはこの人のそのまあ罪と罰じゃないですけれどもラスコールニコフじゃないんですけれども自分はなんか伝統演劇の申し子だとか使命があるとかあの待ってる人がいるとかそういうことよりもまずその自分のしたことに対して向き合う反省する謝罪するっていうのが 欲ししかっったたなといいう,うに思ったりもしていますこれはまあ繰り返すかもしれませんけれども本当に本人がそうなのか報道がそういうふうなセンセーショナルな部分だけ切り取ってきたのかはよくわからないので「すけれども」ということでなんとなく本当にこの、まあ、見るたびにですねなんかしっくりきな 来なないものがあってなんかもやもやした気持ちがまた出てきたなというような気がする今日このごろですがいかがでしょうかそしてまたこのところだいぶお亡くなりになった方もまたまた続いているようですのでご冥福をお祈りしておきます。といったようなことでまあ世間の話はこのぐらいでいつものところから本題に入っていきたいと思いますが。 えまずはベスト1からですね、えー、7つのチャンネルのうち DD 朗読園というメインのチャンネルのベスト10からです第10位野村古道作池田大輔見逃し配信その1鳥山の全集第1巻よりの1からですね第10位です9位銭形平治満了息子 8位見逃し配信池田大輔の8第3巻の2これは「雪の足跡」「文殊の鏡」「長屋の秘密」の回です。第7位銭形平次のこれは「恋に勝つ者」の見逃し配信ということで第1週ですね1から5まで第9章までの「恋に勝つ者」のシリーズです。 そして第6位が池田大輔シリーズの全集完結巻最後の回ですね「長屋の秘密」の回ですそして5位が「銭形平次で愛口の行方」4位が「池田大輔シリーズ見逃し配信」の2第1巻の2「嫁の罪娘と絵図面」 おのの恋人の会ですそして3位が銭形、えー、平治の「ー図の入れ墨」という会ですね。そして2位が同じく銭形平治で「菊虫の縁」そして「リリー朗読縁」の第1位が銭形平治で「花見の留守」ということでまあ銭形平治の単独者がやはり強くそして 池田大輔の見逃し配信もいくつか入ってきていますというようなことですね、えー、見逃し配信はすで、えー、に全10巻完了しておりまして、えー、先に出したものの方から少しずつ上がってきておりますのでこの後もしばらくこの池田大輔の段々に順々に入ってきて そして少しずつまた減っていくということになるかなと思いますがあとまあ1ヶ月ぐらいはこの池田大輔のシリーズベスト10に残っているかと予想しておりますそして、えー、銭形平治の単独シリーズそしてまた長編のですね恋に勝つものこれがこれまた非常に長く60数章まであるということでまだまだ 今現在20代ですので約3分の1が完了ということでまだまだこれから先だいぶ続くシリーズになります。その見逃し配信も追いかけるようにして今20まで出しておりますのでこれもまたベスト10の方に入ってくるかと思われます。そして11位から先を見ますと銭形、えー、平治の見逃しの第1回「阿行の 「赤いあざ赤いひもあやちご殺し」の回、えー、それから池田大輔の見逃し配信の7第3巻の1、えー、それから池田大輔の目隠し籠おつうの恋人見逃しの15、えー、銭形平次の血塗られた終言、えー、池田大輔の見逃しの59 6と続いて、えー、池田大輔の「芝居の果て」えー、その後と銭形平次の見逃し配信の3があり池田大輔の見逃しの1 3 4 1 6 1 3と池田大輔の見逃し配信の各回が続き銭形、えー、平次の影防止「影帽子」。 えー、再び池田大輔の見逃しの12、えー、銭形平次の見逃しの8があって池田大輔の「新造横丁」そして池田大輔見逃しの242617とありさらに272523が来て、えー、銭形平治の見逃しの5 池田大輔見逃しの28 31これが最後の巻ですけれども入ってきておりますねそして、えー、銭形平次の見逃しの2池田大輔の見逃しの2114とあり再び銭形平次の見逃しの74があり銭形平次の単独で人違い殺人。 そして池田大輔見逃しの二十九十九とあり、えー、それからこれは新作ですね。えー、ごく最近の野村小道エッセイで、ゼニ平次打ち明け話が入ってきております。そして池田大輔の見逃しの十一、えー、そしてさらにゼニ平次の見逃しの六ということで、この五十位もほとんどこの池田大輔と、 銭形平治の見逃しで占、えー、められておりついに山本周五郎吉川英二は50位から外へ、えー、行ってしまいましたようですそしてこのたくさんある池田大輔の見逃しのいくつかが来週はベスト10の方に入って入れ替わりもあり銭、えー、形平治の見逃しもいくつか変化 でベスト10の方に行くものもあるかと思いますゼニガタ平治の見逃しの方はまだまだ、えー、アーギオぐらいにとどまっておりますのでまだまだこの先、えー、長く長く続いてもうこれでもかというぐらいたくさんあるんですね、えー、どん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 続けていきますのでそして新作の方も出していきますし今回 50位に入ったエッセイですねこれも非常に人気のあるようですのでなるべくこのエッセイも探して出すようにしたいと思っております。以上 DD 朗読演の50位までとベスト10でしたで順位を離れて本編の方へ行きますと「DD 朗読園」の現在はまあ申し上げた通り「恋に勝つもの」という大長編ですね。 えー、60回まであるものが現在20回少しということで約3分の1ぐらいこれ毎日毎日出しておりますので少しずつ出しておりますので、えー、2編ずつ出しておりますので、まあ、単純計算でいくと残り40回の半分で20日間、まあ、1ヶ月弱ということで続くシリーズになります。 そしてその間を縫ってエッセイ、銭形平地口ち明け話などなども今後、えー、入れていきたいと思います。そしてまた「五、え、十、ー、音順タイトル別作品選」ということでもうすでに10回を超えているんですけどもいまだにアん行なんですね。本当に。 アギョー多いですねまだまだあ行続きますしこれやってみて分かったんですけれどもかなりあの漏れが多いようなんですねこれ実はまあポッドキャストで銭形平次あ行タイトルっていうのを設けるんですけれどもそれを設けてる時点でもうでに取りこぼしがあって何度も見るとあこれも漏れてる漏れてるっていうのがいっぱいあってこれ実はその「 タイトル別「暗用っていうのを作るためにまず銭形平治の全文一挙あるいは全文一括というのをリストにするわけですけれどもそのリストを作るにあたって「銭形平治全文」っていうので調べるんですがすでにそのところが漏れていて、まあ、各回のですねタイトルのところに「全文」って まあ入れ落としているる時期があるんですねそれがあるのでもう一回調べ直すという非常に手間暇のかかる作業がありますのとですねこのところなぜか、まあ、私だけなのかこのパソコンのせいなのかあるいはあの世界的なあ地球的なあいや日本的なことな地域的なことなのかはわからないんですけれどもなんかネット接続がですね一番 作業効率がいいはずの10時から12時の間ぐらいにネット接続の障害がここのとこ毎日ちょっとずつ起きてるんですよね。でそれ待ちになってるので非常に能率が上がらないということでまあその分朝夜中から朝にかけて作業するしかなくて本当に眠い毎日になってしまってるんですけれどもこれは本当になんかなんとかしないと。 ちょっと体の方が参っちゃうぐらい、まあ、しんどいなということで効率も上がらないんで本当にちょっとなんか嫌なんですけれども皆さんの方にもちょっとお待たせしてるここのとこなんかアップがうまくいってないなっていうふうにあの感じられている方もいらっしゃるかと思うんですが私がサボってるというよりはそのなんか障害があって。 パソコンのせいかシステムのせいかは分かりませんけれども大体毎日決まった時間に起きてたりして突,突然治ったりもするのでちょっとよく分からないんですけれどもそういった事情がありますのでどうぞご容赦ください。長い目で見てあのお楽しみください。ということでここで、えー、コメントの紹介ですね。い、えー、いただいただコメント作品が 「銭形、えー、平時の見逃し配信」の11回「言いなづけの死遺書の罪」「オランダカルタに頂い,いたコメントです。今日は眠れそうにないので私のので私安らぎのお供というコメントをいただきましたどうもありがとうございます。まあ、この改めて、まあ、ご説明するとこの「見逃し配信」という言葉は今ちょうど。 テレビとかで流行っているらしいので、えー、いただいている言葉なんですけれども、えー、過去に出したけれども見逃しがちな作品を改めてご注音順にご紹介していくという趣旨で銭形平次の方はやっております池田大輔の方は完結してしまいましたので前週の1から順々に出しておりますが。 銭形平時はまだまだこの後続きますのでとりあえずは50音順とということで出しておりますそして前のものよりは若干音量をアップしたりして、まあ、音質はあまり良くなってないと思うんですがあといろいろなところをカットしたりしてつなげてますので前のものよりは多少見やすく聞きやすく。 ななっってていいいいるといいなと思いつつ作っておりますそしてまた前はその当時のいろんな状況があっていろんな解説などを入れなければならないというのとあと朗読者自身の映像をあの出した方がいいというようなそういう時期にあたっていましたのであまり出したくもない映像も入れたり解説もしたりしてちょっと余分な感じが あるので今回その分をカットしたりして編集していますので前のよりは見やすくそして3本一緒にして、まあ、2時間か3時間ぐらいの長いものですけれども出しておりますので今回の方がま比較的使いやすい、まあ、文庫本サイズのような感じでお使いいただけるといいなと思って作っております。 ということで、えー、眠れない夜のお供に、ぜひお聞きください。コメントどうもありがとうございます。えー、それから、これはイぐサチャンネルの方にいただいたコメントで、銭、え、形、ー、平治の天が紅の回にいただいたコメントです。平治親分のこういうところがいいですね。というコメントをいただきました。 まさにその通りですね、まあ、時代の違いもあったりフィクションということもありなんですけれども本当にこの複雑で難しい世の中で非常にこう爽やかな親分のたたずまいそして八五郎とのやり取り絆などなど非常にあるこう理想的な姿を 打ち出して描き出しているまあ、一場面がある小説ですねコメントどうもありがとうございますゼニガタヘイジが天賀紅という作品へのコメントですが他の作品にもこういった場面たくさんありますので、えー、探しながらお楽しみいただければと思いますコメントありがとうございます、えー、これはイグサーチャンネルの方にいただいた コメントですけれども「イグサチャンネル」の方でも「銭形平治」のシリーズ続いておりますそして「イグサチャンネル」の方でも同じく、えー、見逃し配信「銭形平治」の、えー、タイトルシリーズの方も「イグサチャンネル」の方でも出しておりますそしてそれと同時に単発ものですね、えー、先日「三原長屋」という作品が終わり 娘の守り袋という新しいシリーズに入っております銭形、まあ、平次以外にも電気幻想小説修正といったような野村古道の別作品のシリーズも時々出しておりますまたインサーチャンネルの方では、えー、宮本由里子の十二年の手紙のシリーズそれから真山聖歌の五人女のシリーズで 現在は「八百屋を七の会」などなども出しております。えー、そして、えー、さらにチャンネル化ありまして「勇なチャンネル」の方ですけれども「勇なチャンネル」では、えー、長い坂山本周五郎作品の大長編が完了いたしましてその後を受けて「風雲海南紀」というこれもまた非常に長い作品ですけれども続けております。えー、それから チャンネル変わって「西尾木新生」こちらの方でも山本修五郎の「五十音順タイトル作品戦」それから「少年少女ジュブナイル短編集」などのシリーズも西尾木新生の方では続けております。それからチャンネル変わってイグ3「イング r e e e x 朗読者」のチャンネルの方では山本修五郎の同じく「 五十音順タイトル作品線それから最近山本周五郎のこれも長編であります「新長期ですねこちら全15回分8時間ちょっとに及ぶ大作ですけれども一挙で出しておりますそれからこれまた大作でトルストイのアンナカレーニナすでに 完了しておりますけれどもこれもまとめた形でとりあえず「第1編8時間」というまあ長大なものを実はこれ第8編までありますのでまだまだ8分の1なんですが8分の1で8時間というまあづくしですけれどもこれが全8巻あるということでこの後少しずつ順を追って出していく予定です。 まあこのイグスリーイグさん朗読者」というチャンネルでは長編講談「水いこ伝」というのもえありましてですねすでにスタートしているんですがこのところしばらくえ続けておりませんがこれもえいずれ復活して続けていきたいと思っております。ということでイイグスリーイグさん朗読者のお知らせでしたえそれから「いよぎチャンネル」の方でも「 えー、山本周五郎作品の「少年少女ジュブナイル短編集」のシリーズと「五十音順タイトル作品戦」のシリーズも続けております。えー、それから「朗読新刊」の方でもですね、えー、この後山本周五郎の「五十音タイトル」シリーズまもなくスタートということで予定しております。というわけで7つのチャンネル えー、それぞれでの、まあ、シリーズということで、まあ、今少しずつ積み重ねておりますので、えー、またご鑑賞をいただいてコメント等だければと思います。といったようなところで今回はこれまでまたこの続きは来週の水曜日ということで用意したいと思います。それではまた皆様どうぞお健やかにお過ごしください。 ありがとうございました。 ご視聴ありがとうございます。